この番組は視聴者のために、パチスロライター木村魚拓が私利私欲を捨て、大当たりと女の子のスーポンポン、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓とダルセの月とスーポンポン、今日の子は一番可愛いな。気持ち悪いよ。さあ、そして気になる今回のムフフ女優は、お名前は南のぞみちゃん。もうその時点で可愛いもん、名前がね。もうその時点で可愛いです。ではお読みしましょう。南のぞみちゃんです。すいません、南のぞみです。お願いします。ほら来た。ほら来た。名前負け。ごめんなさい、ね、違うよ。ね、可愛いよ、うん、髪型はほら片山さつきみたいだけど。片山さつきちょっと。スリーサイズは上から83、58、79の D カップとなっております。え、お、はい、D あんの。ちょっとなんか徐々にまたでかくなってきて。はっ。すっごい声出たけど。え、細っ。そんなことないですよ。なんといってものぞみちゃんはですね、はい、去年11月にデビューしたばっかりなんですけれども、はい、なのでレア子役体験がないと思ったんですけど。そうですよね、はい、なんとあったんです。おデビューから、デビューしていきなり、デビュー作がいきなりすごかったんです。なるほど、まあ、そこは今回卒業なんで、はい、いきます。はい、1日に 2,3 回はあるという清楚系女子大生が衝撃の淫乱覚醒 AV デビューです。おーい、すごい、なんかすごいんですけど、ね、これも衝撃の淫乱覚醒止めましたね。いや、大成長されましたよ。すごいそこですか。これデビュー作のタイトルですか。すごいですね。これタイトル、これがタイトルです。すごくない、2時間サスペンスドラマくらい長いですね。1日に 2,3 回あるんですか。あ、これは低い方ですね、少ない方です。え、はい、もっと言っちゃうと今朝してきたし、え、今日は朝早くて4時には起きてたんですよ、はい、4時、4時に起きました、はい、で、はい、まず何するんですか。とりあえずローターで、もう幼稚園の時から。へー、幼稚園からやってた。いやいや全然、何歳から電話持ったの。元気で走り回ってたよ幼稚園の子供なんて。電話何歳で買ったの。いや電話は結構遅い、20歳過ぎてから。しまった。え、なんで。はい、電話は通らなきゃいけないなんか壁みたいになってますけど、使わずに終わる人もたくさんいるんですよ。そうなんですか。使わない人の方が少ないと思ってます。いや、そこはと誰しもがコントームじゃねえんだから。え、だからそういうレベルかな。ちょっと待って、なるさん、プライベートで使うんですか、そういうの。使わないです。なんで高校になるの。使わないですよね。すごい遠い店だよね、今。使わないですよね。さあ、パチスロー番組スキスポ、本日の実践台は純増およそ 2.0 枚の A プラス ART 機、飛放電伝説への道で勝負。とりあえずチャンスに入れて ART に入れるって感じなんですけど、はい、ART をどんだけ伸ばせるかなって、本当駆け抜けますっていうのを覚悟してほしいですね。50ゲーム駆け抜けることが多いんで、そこでいかに。入り口はすごい狭いんですよ、はい、でもその狭い入り口を一回入っちゃうとドーンっていくっていうイメージです。そう、なるほど。そして、はい、今回からそうです、ちょっとだけルール変更がありまして、はい、投資が2万を超えたら大移動できるようになりました。へー、2人とも。2人ともこれは負けないですよ。大移動できるんだったら負けないですよ。俺はね、選べるんですか。大当たり前じゃん。出る台選べるんですか。20年売ってんすよ俺。ね、まだそういうとこ見たことないから。俺本気出していいですか。まだこの番組本気出したことないですよ。あ、そうなんですか。いいですか、出して。もう最後なんで、ぜひ。じゃあ最後には、はい、じゃあお前に見せつけて。いや、ぜひ見たいです。お願いします。わかりました。本当にお願いします。77回目。わかりました、本気出しますけど、はい、今日、はい、俺勝ったら南さんと、うん、お前の撮影もするわ。ちょっと待ってください。最後じゃんだって。もういい、卒業するのに何も得しない。何も得しない。メリットが大丈夫ですか。だから私勝ったらいいよな。何を。え、マジ勝って本当に。分かりました。絶対勝って、マジで大丈夫、はい、うちの指を取らせましょう。いつも通りだと思うから大丈夫。よし、ルールはいつも通り、シンプルに最終獲得枚数で多い方が勝利となる。魚拓が頑張るとムフフ女優南のぞみちゃんがセクシーショットを拝ませてくれますので、ご期待ください。なんつっても闇が卒業、俺が勝てば闇の写真も撮れるということで、まあ俺あんま興味ないですけど、数少ない闇ファンのためにも今日頑張りたいと思います。僕に会いに。ちょっと
ら頑張りたいと思いますはいいんですけど、俺今日初めです知ってたから出るわけでもないんで、まあ俺のここまでの成績を見れば分かる通り、パステロの知ってたから出るわけじゃないんですよ。チャンス名来ないとね、何も始まらないんですよ本当に。いやしかもチェリーとか弾いてもステージがな、この台やばいかもしんないこれレバーオンで出ました。でまだ広角っぽいところにいるんじゃないかといったところで、さあレバーオン、これは今日チャンス、さあ2回目追っかけタイム、追っかけタイムは矢部さん、矢部さん20%、よし、早くね、早くね、めっちゃ早くね、終わるの。企画さん、企画さん、残念でした。残念、はい、よあっさり言うね、まあ、残念でした。どうした。ただ、今回、司法チャンスに失敗した場合に、はい、特別企画を用意していて、はい、題して、南のぞみの不法チャンスが違法だった時のチャンスです。秘宝チャンスが秘宝だった時のチャンス、秘宝と秘宝をちょっとかけて。あ、なるほど、はい、すいません。いや、とんでもございません。さあ、それは何なんですか一体、はい、ご説明しましょう。これから巨託には秘宝チャンスに失敗するたび7枚のカードの中から1枚を選び使用することができる。使用は一度きり、効果は使ってからのお楽しみだぞ。さあ、最初に選んだのは、いろいろありますね。じゃあまだこれからいきますか。はい、あ、深呼吸チャンス、いい匂いがするかも。これはこれです。ストロー、匂い変えてください。これでこんな感じです鼻に入れればいいですか。はい、はい、これでなんかもうちょっと近くに寄ってもらって、なんでもいいんで匂いをちょっと。痛いふざけたゲームだなと思ったんですけど、めっちゃいい匂いするんですけど、めっちゃするんですけど本当ですか。めっちゃいい匂いするんですけど他のとこもいいですか。ちょっと後ろ向いてもらえます。え、あ、ちょっと、ちょっと、いい匂いしました。ちょっと上と下では匂いが違って、俺何してんすかねこれこれ深呼吸チャンスいい。本当ですか。これいい、合コンとかで使えるよ。失敗したけど、はい、元気出た。やった、ありがとう。はい、俺これ失敗した方が意外と楽しいんじゃねえかっていう。なんだろう、いいよ。いつやってぞ、どこ行きやがった。あいつら、あ、これはちょ、あ、行った、ひもチャンス。ドラゴンバトルは一番最初はイラスト中心に 30%。 ちょっとここはものにしたいな。さあ、右下がりベルで攻撃。あめあめ、早くね、早くね。秘宝チャンスを外したということはこれですよね。これです。だけどこっから1枚選べるでしょ。はい、残りは6枚。さっきの深呼吸チャンスは意外と良かったようだが、
次に魚拓は何を選ぶのか。じゃあ秋のとスプラッシュ。訳も分からず連行された矢部。秋のとスプラッシュってなんだ、はい、口の中に水を入れた状態でにらめっこをしていただいて、いや待って、笑った方が負けです。待って、あの絶対ダメなんだけど、どうしよう。せーの、はい、よーい、どんにらめっこですよ、にらめっこ。これ吹き出したらぶっ飛ばされるんじゃないかと思って必死なんですよ。マジでやばいと思って。この台出る？出る。チャンスらしいチャンスも来ない成瀬の台。矢部がデータをチェックすると、あと200分の1だもん。もうちょっとでチャンス目の確率1以下だよ。やばい。さあこれ何回目だ、4回目。よし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 、やばい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 、よしセーフ。ここは伊勢カニバー、やばいやばい、マジかよ。外したということは、うわ失敗したんだ。あと1撃だったのにな。たくさんそうか、もう決まってますか。残り5枚の中から魚拓が選んだのは未練打ちダイナマイト。宣伝ができる嬉しいカードだ。